アナゴスコープチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。こんにちは。こんばんは。こんばんは。おはようございます。おはようございます。ジャニーです。大好きです。はい、今日はですね、この次の日曜日、4月14日？14日ですね。14日から発売されるアナゴスコープリミテッドの、フレームスパターンのランプグローブスです。はい。こちらについてちょっとお話ししていきたいなと思います。まあ、先週の土曜日、日曜日で10等分を販売しましたが、まあ、やっぱランプグローブスっていうのはすごいんだね。いやー、勢いすごかったですね。そうなので、まあ、10等分がバッとなくなりまして、まあ、改めてね、オンライン、まあ、我々のお客様はね、全世界にいらっしゃいますので、なので、オンラインストア分のガツッと儲けてはいるので、まあみんなにね、手元に行き渡るようにしていきたいなと思います。うん、それでまあ今回フレームス、まあインスタグラムとかでは結構こう乗っけたりはしてたので、知っている人もいるかもしれませんが、まあランプグローブスオリジナルのフレームスですね。これわかりますかね、これね。ド派手です。まあこれからね、夏に向けて、そうですね、こう暑くなってくるわけですよ。そうするとね、なっちゃんもバイク乗るからわかると思うけど、半袖になるよね。そうですね。本当はダメなんだよ、肌の露出をしたら。そうです、ね。俺は絶対しないから。本当ですか。うん。そう。で、その時にね、はい、まあちょっとこう袖をグッてめくって、はい、こうねはめてみてくださいよ。はめた時にさ、このこっからここのこのレングス、このね、映えがショーティーのいいとこなんです。いや、ほんとそうっすよね。で、ちょっとこれギリギリフレームアウトしないぐらいしないぐらい、俺フレームアウト。これで、この大体歩道を歩いてて車道のバイカーが近くに見えるとしたら、まあこんぐらいで、ああそうそう、まあ今なんかこのこっち側に行く人の姿勢でこっち側歩道を歩いてると、これアメリカなんだけど逆だから、今アメリカなんで、そうするともうアメリカだったらそれ見てクレイジーになると、いやなりますね、クールなると思う。そんぐらいやっぱパッと見てね、どんどん軽装になっていくと、元に戻ろうか、どんどん軽装になっていくと、まあこうインパクトがあるものっていうのがね、こうなくなってきます。革ジャンも着ないしね、でブーツもあんま履かないものってなると、スニーカーね、まあ多分なっちゃんのようなバイクだとハーパンとかショーツで履く、ね、乗る人もいるだろうし、またダメなんだよ、肌の。そうですね、本当はね、それは絶対しないから。それでどこかにインパクトを持ってくるって時に、やっぱバイカーたるもの、手先にかっこいいねグローブをまとうことっていうのは、もうある意味ランプ好き、おしゃれなバイカーシーンの子たちからしたら、もう必然、マストなプロダクトだと僕は思うのね。だからその中で、まあ、自画自賛になっちゃうけど、ランプグローブスって意外と僕がやってるってことみんな知らないんだよ。いや、そうなんですよね。サンセットベイとかもうズーズーしぐらいやってるからあれなんだけど、しっかり僕なんですよね。そうだから褒めてほしいの。いや、本当ですね。そう、唯一僕がね、卸しているプロダクト、ブランドってこれだけなので、そう、それでそういったインパクトを持ってくることによってやっぱ1段2段上にもいけるし、多分他社さんで、まあ、そのうち出てくるとは思うけど、こういう柄もんやってるとこないじゃない、あんまりあんまりっていうか俺は分かんないけど、でショーティーって形も最近結構出てきたけど、まあ、これもランプグローブスが間違いなく走りなんで。そうですよね、そうなんで、それでこの柄、しかもインクジェットでバチッと乗っけて、なおかつ革は安定の藤岡さんレザー、めちゃめちゃいい鹿革使ってます。いいですね。はい、なのでもう文句はないです。で、まあ、顔料吹いてるので気持ち雨にも強かったりとか、もしますし、だからその分最初つけ心地は普通の染料染めの鹿革よりかは若干コシがあるけど、使っていけばもう全然問題なくなりますよね。そうで、やっぱこのフレイムスっていうのは少年心、男心、我々のね少年で居続けようと思うこの心に突き刺さるわけですよ。そうですね。でこのランプグローブって書いてあるでしょ、はい、柄にね、まあ、なっちゃんは多分全然わかんないと思うけど、はい、これは本当僕の中で、はい、80s の、はい、80s アメリカのメタルバンド、ロックバンドのが使うような炎にこう炎に似せたこの字で、はい、うわあ、なるほど。これがもうすごいシャウトが聞こえてくるわけ、こっからね、もう運転しててこのファイヤーパターン、フレアパターン、フレームスパターンを見るたびに心のロックが踊り出すわけよ。ロックしちゃうわけ。そう、心ロックしちゃうね。はい、そうなのでそうやって運転しててパッと手を見た時にうわかっけえなって思えて、小さい幸福感を常に与えてくれるグローブだと思います。しかもやっぱこのフレームスのグラデーションね、うん、これ表現するのは結構大変で、すごいですよね。そう、なかなか難しかったんですけども、なんだかんだでこれも本当1年ぐらい、まあ、1年間ずっとプリントしてたわけじゃないけど、まあ、企画から始まって結構ね時間かかったんですけれども、まあ多分ランプグローブス史上一番インパクトのある柄ではないかなと。そうですね、まあリアルツリーかもペイズリー、どっちかっていうとシックな、でもレオパードかこれかなんだよ。そうですね、どっちにも精通しているのはロックなんだよね。まあなんでレオパードがロックなのかわかんないけど、俺たちっては浜崎あゆみなんだよレオパード。ああ、なんかイメージあります。そう可愛かったね。今も可愛い、見てるかもしれないから。あ、そうですね、買ってるかもしれないからすいません本当にあゆみちゃんごめん。でそういう感じでですね、はい、今回はランプグローブスのフレームスパターンが4月の14日日曜日11時から、はい、オンラインストア発売開始します。まあ、前日にはパンチンググローブのブラックもね発売開始しますので、土日で結構レアなやつらがぶわって姉もオンラインを沸かせますので、ね、そうですね、ぜひぜひ皆様アネモスコープオンラインストアをご覧ください。はい、まあもちろん店頭でも販売はしますので、店頭とオンラインストア、まあ在庫は別々にしているのですが、常時ねそこは連動しているので、連動はしてないのだから、あっちがなくなったらこっちから補充みたいな、そういうね姑息な真似を俺たちはするから、ね、なのでまあそんな簡単には売り切れないと思うけど、ね、なので皆様ぜひぜひこの日曜日は11時になったらね、アラームが鳴るようにリマインダーをね設定しておいてください。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。なんかある、まあそうですね、うん、もう限定モデルで、うん、まあ本当に売り切れたら再販とかないので、うん、まあもうぜひ、うん、この限定モデルを使ってバイク楽しんでほしいなって感じですね。ああ、いいこと言う。あ、本当ですか。いいこと言う。楽しむって大事ね。そうなんですよね。俺も楽しんで生きてるから、一番そこが大事なんで。え、何何？まあやっぱそこが一番大事。一番そこが大事。最近ちょっとろれつがね、酔っ払ってる。酔っ払って一緒。そんな感じでね、終わりたいと思います。以上アネモスコープチャンネルでした。それではまた。